こんばんは、フライデーズビアです。今日は12月の30日の深夜ですね。お日付回って、12時30分なんですけど、今ここはですね、見えるかな、足柄パーキングエリアの下りにいます。これから2019年の山納めに、金時山へ行こうと思ってます。ここから30分ぐらいですね。もう少し頑張ります。小腹が減ったので吉野家の牛丼を買っていこうと思います。ここの吉野家は青い看板の吉野家ですね。お弁当買いました。残口の駐車場まで来ました。今日の更新された動画を今見ています。ちょっとだるいもんさん、おはようございます。今日は2019年の12月31日ですね。で、今年最後の、上り納めとして箱根の金時山へ来ています。すごい大きなマサカリがありますね。すごい。去年買ってずっと履いていなかったモンスのこのシューズ、かなりグリップがいいです。ファストパック、ウルトラファストパック釣りだったっけな。これが金太郎のラドウィッシュ。すごい。でかい。日垣山の。山小屋が見えてきました。まもなく金時山の山頂ですね。よいしょよいしょ。よいしょ。Oh.
ます。山の山頂に来ました。今日はすごく晴れていて天気がいいですね。富士山バッチリ見えますね。しっかり5合目ぐらいから上は景色もしてさっきまで爆風でめちゃめちゃ寒かった。12月37日です。めちゃめちゃ晴れてます。倉沢峠から回って帰ります。Thank you.
ぱり最近はフラビーさんと呼ばれるようになりました。ちょっと距離感が縮まって嬉しく感じています。ちょっとこれカメラで映ってるかどうかわからないんですけど、かなり幻想的な光景ですね。雲の隙間から地上を光が照らしてるんですけど、綺麗ですね。矢倉沢峠を回ってぐるっと降りてきました。で、ここの駐車場に戻ります。登山口まで下山してきたんですけど、一人で話してたらお父さんが話しかけられてるものだと思って受け答えしてくれました。そういうこともありますね、こういうところは。無事に、駐車場まで戻ってきました。今日はね、駐車場、ゴルフ場の有料駐車場に車を停めさせていただいています。とりあえず、2019年山登りはこれで終わりですね。いや、よかった。ではでは。Windows のアップデート最近は行ってないよ。あれとかもさ、なんかよくあるじゃん。あれとかって、まあ、どっちがいいのかみたいな。メインで使ってないですけど、使ったら、最後にアルバイトとか、話とかさ、仕事にならないですよ。パパのメッセージも、静岡駅前の爽やか行ったんですけど、残念ながら13時で終わりでした。悔しいのでびっくりドンキーでハンバーグ食べます。結構移動してきました。静岡県やってきました。じゃじゃん、なんと念願のサウナ敷地へやってきました。すごい駐車場混んでる。もうすぐいっぱいで車止める余裕がないです。何台ぐらいだろう、50台分ぐらい駐車場があるんですけど、満車ですね。よいしょ、入れるといいんですが。じゃあ行ってみます。良いお年を。